皆さん、今日は、阪神タイガース、リーグ優勝、久しぶりに、しました。クライマックスシリーズもね、第2ステージファイナルから、阪神タイガースと、広島の、戦いでしたが、これはね、まあ、当初心配したのは、やっぱり阪神がね、ちょっと優勝してから間が空く、テンションがそのまま維持できるかどうかと、シーズン中のその調子をね、維持できるかどうかというのは、ちょっと心配でしたけれども、まあ、蓋を開けてみれば、まあ、そこの3連戦ね、まあ、多少はやっぱりあの勢いというか、その爆発的な力はなかったけれども、まあ、力というか、戦い方はできなかったけれども、確実に、やはりシーズン中の、まあ、なんていうんですかね、落ち着きのあるゲーム展開、これによってですね、まあ、結果的に、この3連戦は、まあ、一つ、1点リードされてもすぐ同点になるとかね、そしてすぐ、まあ、逆転をしていくと。まあ、大きく逆転しなくてもね、自分のチームの有利な展開に持っていくというようなね、まあ、その戦い方がこの3連戦できたということでね、まあ、安心して見てたんじゃないでしょうかね、皆さんもね。まあ、安心したというか、強いなと、この3連戦見てね、感じたと思いますね。まあ、2位以下のチームはね、まあ、ある程度差があるわけですよ。やっぱり広島なんか、私はやっぱりクリーンアップ、これシーズン、この対戦の前も言いましたけど、クリーンアップがやっぱりいないと。日替わりで、メンバーを変えてるというのはね、まあ、ある種、かっこいいところもあるんですけど、それは実際にじゃあ、いないから、コロコロメンバー変えるわけですから。まあ、そこの弱点が、やっぱり得点能力というところにおいてもね、4番がいない、定まってないというようなことでね、まあ、大きくその、まあ、自力のある阪神を、こう、壁をこうぶち破るということが、まあ、できなかったわけですね、まあ、広島もね。まあ、だから広島の課題は私はこれから、また来年クリーンアップの作ってですね、強力打線を作れば、なんとかなるんじゃないかという、まあ、多少そういう、期待ができるような、3連戦だと思いますけど、まあ、何はともあれ阪神は、シーズン中岡田監督のね、手腕にまあ期待する人もいましたけども、前にまあ少し、岡田監督に、インタビューをしたんですけどね、この時も監督はやっぱりまあシーズン通りね、シーズン中通り戦えればいいですよというようなことをまあ言っておりました。で、実際まあどうだったかというとね、まあこれは明らかにやっぱりシーズン通りの戦い方でしたね。まあ1点2点をきっちり取って、そして先に先行されても慌てず騒がずと、ベンチもどっしり構えてね、まあチャンスが来たら行くよというようなことでね、選手がまあ上着いてないと、これが一番やっぱり今までと違う、まあ、ことによってね、まあ、窮地をこう、まあ、窮地というのは、まあ、しょっちゅうね、ピンチなんて来るわけですから、チーム全体も。でも、そういう時にこう、落ち着いたチームというのはね、まあ、ちょっと、勝ったり、いい時だけは、大騒ぎするというようなね、そういうことではなくて、監督は、まあ、ベンチでどしっとこう、いてね、まあ、それは多少は表現はしますけども、そういうこの岡田の監督のこう空気というか、ね、空気感がまあ選手に浸透しててね、結果どうなるかって言ったら、やっぱりね、強く感じるんですよ。監督と選手がね、こうどっしりしてると。これはね、非常にやっぱり相手にとっても脅威だしね、それからやはりゲーム展開がね、まあ、上つかないということでね、まあ、そういったことが全部この3連戦のシリーズに集約をしてきたんじゃないでしょうかね。まあ、何はともあれね、シーズン通りの、戦前に言ってたようにシーズン通りの、戦い方をしてですね、まあ、阪神は勝ったと。まあ、その一つの例がピッチャーは、1点1点2点しか取られてないです、3試合でね。1戦目にですね、私実は日本放送の解説で甲子園球場から、放送させていただきましたけどね、まあ危なげなく広島をね突き放して、スタートを切ると、まあこれアドバンテージがあるんで当然もう2勝したということで一気に有利になってね、まあこれはもうこのままいっちゃうなというようなか、まあ、ムード感がありました。でゲームが終わってね、まあ、いろんな帰り支度をしながら、球場を出ようとした。まあ、球場の周りはもう大勢の人でね、まあ、大変な混雑でした。それで、私はまあ、車で来てましたんで、駐車場に行くとですね、
駐車場のドアをポッとこう、関係者へのね。と目の前に白い大きな車があって、そこの運転席から窓がピューと開いてね、パッと見たら岡田監督だったんですね。で、おーいっつってね、向こうは呼んでるもんですから、よさーなんつって呼んでたんで、私は、おー、ご苦労さんご苦労さん、今よかったね、いい勝ち方したよ、なんつってね、車がまあ何台も繋がってるその間でしたから、あんま長くは喋れなかったんですけど、まあ非常に喜んでました、その時の表情もね。で、岡田監督はね、よくよく考えたらね、あれだけの、まあ、経験のある監督、まあ、スーパースターだった人がね、あの時間に、ゲームが終わって一戦目にこの大事な時間、試合に、自分の車でね、自分で運転して帰ってくる。そのシーンを、まあそこに出会ったわけですけど、よくよく考えたらね、まあ監督さんっていろんな人がいてね、自分でその運転する人もそれは普段はいるでしょうけど、まあどっちかというと球場にこの大物の監督と私がパッと目につく、まあ、思い浮かべる人としたらね、まあ例えば阪神だったら野村さんとかね、星野さんだとかね、こういう大物さんがいましたけど、こういう人たちはみんな運転手好きでね、運転手 自動車付きみたいなね、そういうまあ球場の 出入りをまあしてましたけど、まあ、もっとも自分で運転しないのはしょうがないんですけど、それを批判するんじゃないですよ。やはり、その、岡田監督はね、まあ、そういう、その、俺は自分の普段のやること、やり方、球場に来るのも、ゴルフ場に行くのも、遊びに行くのも、やっぱり自分の車で自分の運転でね、どこでも行くんだというね、日常の、そういう、なんていうんですか、自分のスタイルをですね、貫いてるなというのをね、まあ、ちょっと、私は車に乗りながらね、岡田監督をこう、ふと思ったんですよね。まあ、これがね、やっぱりこういうところがね、まあ、やっぱり、今年の阪神のチームを変えていったというね、まあ、優勝した、岡田監督のその、なんかこう、空気感というかね、ムードというのがね、やっぱりこれが、やっぱり大きく影響してですね、チームは、まあ、こうやって勝っていったと。で、このプレーオフ見てもね、本当に安心してね、まあ、リードされたり、先行されても、もう、まあ、これ、勝ちそうだなと思うと、まあ、一気にいく。この3連勝、しかしね、というのは、このプレーオフ制度もね、やっぱ考えなきゃいけませんよ。やっぱり2位との差が、これだけ簡単にね、3連勝するようなチームがね、プレーオフをやってしまうということの、まあ、結果でもありますから。まあ、それにしてもね、阪神タイガース、岡田監督、本当にまあね、いい形で、優勝して、まあ、おめでとうございます。この後はね、日本シリーズ、まだ今日の時点では、わかりませんけども、まあ、いずれにせよパリーグとのね、日本シリーズ、ぜひこの状態のままですね、まあ、今日もちょっと話しましたけど、少しまあ、バッティングのね、調子がいまいちだというようなことを言ってましたけど、ピッチャーは変わりませんので、打線を復活しながらですね、ぜひ日本シリーズでもこの落ち着いた雰囲気の方は頑張ってもらいたいなと思います。以上です。おめでとうございました。